皆さんどうもよろしくおろしてるも DK です。ではね、今日も黒バラのワルキューレやっていきましょう。でね、終わらせておきますよ、前回言ったことね。でね、まあ見ていきましょう。君は軍に入る前に何かやっていたのか、武道とか。いいえ、なぜでしょうか。君の戦いを見ていて少し気になったんだ。何かやっていたのかと思ったんだけど、あれは軍に入ってから身につけたものなのか。日々の訓練の賜物でしょう。賜物なのか、よかったね訓練について褒める、さすが先輩だいや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 、安心して戦える。これでいこう。そんなに訓練に取り組んでいるのか、すごいな。軍人なら当然のことです。訓練を怠れば、その結果は自身や仲間の命に直結します。おのずと自らを磨く努力をしようと思うものです。ああ、なるほどね。そういうね、隊長はまだまだ軍人としての自覚が薄いようですね。うわー、やってもうた。これはもしご自身の訓練が足りていないと思われるようでしたら、自分と訓練をしてはどうでしょうか。体調に足りない部分を補う、お役に立てるかもしれません。考えさせてくれ考えさせてくれたのか。あー、ちょっとやってもうた感じやな。まあ、ルフィの実質いきましょう。君は何か武道の心得があるのか。全国武道いいえ、特にこれといって何も、ね、軍に訓練で習っただけですわよ。そうなのか、慣れているような感じだったから、何か特別なことをやっていたのかと。さすがお嬢様の才能ってやつか。これ真ん中やったらあかんやろ気がする。さっき真ん中やったからね。さすがお嬢様だな。隊長は世の霊場にどのようなイメージを抱いているのですか。あ、どれもイマイチっぽい。それは上品で優しくて清楚で文武両道で、木漏れ日の午後、詩集なんかを読みながら紅茶を楽しんでいる可憐でたおやかな女性。ちょっと朝日、偏見やめ。幻想を抱きすぎですわ。抱きすぎやん。これから私の活躍で隊長の幻想を壊してしまったらどうしましょう。それはないから大丈夫やと思う。あれ、こんなんマジでアマルもまだ武道とか来るんじゃん。どうだ、任務には慣れたか。違かったし大丈夫、順調だよ。大丈夫と思っている人が危ないんだぞ。え、そうなの。そうだ、慣れた自分は大丈夫だと思って油断する。過信や慢心に陥りやすい。ああ、そういうことか。うん、そうかも。じゃあ気を引き締めて頑張らなきゃだね。で、お兄さんは僕をどう見てるの。どんな評価してるの。聞きたい。え、うん、聞きたい聞きたい。じゃあ聞かんといて。これ一問目にしておきましょう。うん、期待しててね、お兄さん。一番下手ならなんか嫌な感するしね。ちょっと夜にするか。あるやろきっと、なんかあるやろ。なかったら怒んで。おい、ないし。ほらいや、落ちよ落ちよ。緊急任務だ。今すぐ上瀬谷駐屯地へ向かう。上瀬谷駐屯地。まさかソルが現れたのですか。いや違う、どうやら別の人間がキメラを率いているらしい。ソル以外敵。まさか前回ね、やってたふふってなんか笑ってたですから。まずは相手の情報を収集することが第一目的。慎重にことは運ぶ。いいな。おっす。了解しました。特殊部隊ワルキューレ出動します。よし、やっていこう。神瀬谷、神瀬谷、神瀬谷、ここ。ワルキューレ隊出撃する。よし、やっていこうか。ここか、みたいやね。うわ、くらくら、ほんまやばすぎへん。ほんとやばいわ。え、あー、あった。解放しようかんとね。ん、こ
これはアイテムではないのに。これはほんま。やばくね。ここ。やめ、やめ、やめ。まあ一旦まあここら辺からね、またカットしたいと思いますよ。あぶね。よし、じゃあここら辺からやっていきましょうか。おい、誰や？雑魚ばかりだな。もしかしてソル以外の敵というのは誤った情報だったのか。いや、誤ってはないと思うよ。まだ探索していない箇所もあります。早々に判断を下すべきではないかと。そうですね、ユエさんの言う通り、捜索範囲を広げてみてもいいと思います。うん、すぐに仲直りしたみたいな。よかった。よかった。隊長、聞いているのですか？お、聞いているとも。よし、もう少し先へ進むぞ。うわ、なんかゆえ怖かった一瞬。ゆえ怖かったね一瞬ね。じゃあまたここら辺から上がってします。ここにこれがあるということは何かある。あったあったこっち側はなんかある。回収した。なに、なんかあった。あった。よし、じゃあまあ進めてまいりましょうかね。ちょうどね、セーブもしたし。うわー、なんかあるわ。ちょっと待って、ちょっと待ってね。スキル、いや、アーツ、アーツ違う。あ、アーツよ。大丈夫か、あれは。そうですね。やっといて、そう。ボスクラスか。みんな、戦闘準備。うん。戦闘準備。ん、なんだ？お兄さん、危ない！戦闘中によそ見なんて余裕ありますわね、隊長。うわー、レナ怖いよ、ちょっと。すまない、みんな行くぞ。隊長。なんか意味の後ろには何か超どうというものを感じたよ。ほんまにね。行動開始。ここからね、うん、ここからちょっとやっていきましょう。まあ、あとこんだけなんでね。クリア会は全然してないですけど。まあね、それやるとね、結構時間かかるんで。そこでもうね、無視してやっていきたいと思いますよ。もう終わるからね、実際ね。これね。アーチに使えばいいんだけど、使うかちょっとね。あ、こいつは、こいつで使ったらあかんわ。こいつは2回で使いたい。終わった？終わったわ。通常攻撃終わったわ。パワーアッパー。何やこれ。初めて見た。レベル上がったね。いいね。33しようかな。そういえばね、見せてなかったですよね。これね、上げれるんですよ。でね、こうすることによってね、何か、これ、どうしたね。見える感じで分かると思います。獲得予定スキルというのが出ていける。獲得することができますよね。指揮は別にいらんわ。射撃ちょっと上げるみたいに。これやね。ここまで上げると。よし。これで、あとは。やりましたね。うん。知識。あげとこう、こいつは。こういう風にね、できるんです。そこを言ってなかったから、ちょっと。よし。いいね、いい感じに上がっていってるね。ミサイル。ウィズロックも、いくか。レベル、お、全員上がっとるわな。怖かんか。ナックルスレイ。こういうのやってる暇ないんやけど。これってあ、そうそう。こういう風にね、この、射撃のトータルの横を見たら分かると思うんですけど、なんか S ってなってるじゃないですか。S って。
それでね、一個やれば取れるっていうね、わかるんで。で、これでまたこっち、やるんですけど、コストがね、今、使用感の2なんで、使えないんですよ。技術なら上げれるって感じですね。まあ、これ上げる。こんなもんでしょうか。こんなもんか。これからも頑張るっす。まあ、あとはもう適当に流していきましょう。見事な腕前ですね。感服しました。あ、やっぱお前やんか。しかし、この程度じゃもう君たちに歯が立たないのか。抜本的な改良が必要かもしれないな。貴様、ソルの仲間か。ああ、これは失礼。名乗りが遅れましたね。美しくない。美しいで美しくないでか、そういう系か、こいつ。私の名はシエロ。ソルと志を同じくする者にして、クオバディスの名付け親でもあります。何、え、お前、お前やったの、あの、あの方って何とぞお見知りを。コランではなかったか。シエロ、あなたはまさか。君がどう成長したか見せてくれないか。マイフェアレディ。何？顔見知りか。もしかして上官とか。こいつは。ん、何や？実施？違います。隊長、あれを。あれを、グワーオ。グワーオ。確実に倒したはずだぞ。確かに見事な勝利でしたね。けれど、進化した生物の回復力を甘く見てはいけないな。え、嘘。さあ、もっと私に見せてくれ。人の力を、その一瞬のきらめきを。シエロ、あの、え、だ、そして、絶望に歪み、朽ち果てるその様を。やべえ、このシエロちょっとやばい。美しいとか美しくないとか、そういう系かと思ったけど、ちょっと、やばいな。またワーニング、あれなんか逆、え、敵、なんか、あれ敵なんかちょっと、あれ敵がちょっとおかしくなってない？ボスでもな、両手にステップしていきたいと思います。行動開始。もう終わりそうやからね。はい、やっていきましょう。もう終わるもんね、実際に。どうだ？もうオプションやってみたら、最初に。最初はちょっと、ね、ちょっとで。やりましたね。負けません。私たちは。おぉ、ポーキサイト。結構好きね。あれね、ナムリ取れるんですよ。あ、こいつ。あー、いけない。あーす。ちょっと待って。こいつはバーストショットで出ます。まあ、いいや。アッパーストライク、いいね。強くなりましたか。これこれこっちやっといた方がいい。あ、もういいや。あとは適当にね、裏でやっていきますわ。シエロ、どこだ。どこだ。逃がしたか。どうしたいの、ゆえ。角に当たった。答えてくれ。君はあの男のことを知っているな。答えろ、ゆえ。これは上官命令だ。あの人は、シエロと名乗った男は、私の、教官です。教官、やっぱりな。教官？けれど、その人は亡くなったんじゃ。私だってそう聞いていました。私が失敗したせいで作戦がうまくいかなくて、それであの方は亡くなったと。だから。私が殺したも同然なのです。なのに、どうして今頃、キメラ側に。私はとにかく本部へ戻ろう。軍の人間がキメラ側についていたとなれば大問題だ。すぐに報告する必要がある。それだけならまだマシですわ。まだマシ？どういうこと？どういう意味だ。本部に戻ってからお話しいたしますわ。想像以上に厄介なことになりそうですから。何？もしかして何か一宮家の人間とか。分かった。
忍び上げたから三大財閥に関連することかな。じゃあ戻りますかね。ね。ポイントが出て、ポイントが出してて、てれて、てててて、うん。朝なったね。朝なったね。よし、戻りましょう。選択の続きっす。選択の続きっすか。間違いではないのだ。はい。あの方は私の教官です。5年前に戦場で亡くなったと聞いていました。遺体は回収できなかったと。今ふとね、ちょっと思ったんですけど、なんかないよね、ないよね、まあそう思いたい。だいたいね、終わりと時ってね、終わった時って、ね、何かね、イベントがあるんですよね、ちょっとね、話ができるんですよ、他の人間と。確か生死不明になった軍の将校がキメラを率いる謎の組織にいた。これは一筋縄ではいかないようだな。そういえば、うん、想像以上に厄介だって言ってなかったか。ええ、そうですわ。彼はユエさんの教官であり、軍の将校でもあり、そして我が一宮家と肩を並べるあの高塚家の後継者なのですから。高塚家来た。あの三大財閥の一つ、高塚さん。そうだ、ヒイラギの教官は高塚家政治。彼の死は当時かなりの問題となった。なぜ御曹司を政治に向かわせたのか。本人の希望だったと聞いておりますが、それでも後継ぎを失った怒りは軍に向きます。結果、高塚家は軍と距離を置き、最低限の支援しかしなかった。ああ、そうなんや。死ぬ剣豪、大丈夫でしょうか。それを踏まえて、奴にはガードがついて、 TCS を使いすぎない限りは大丈夫だ。ああ、TCS ね。ガード、ガード。しかし、高塚家の御曹司がキメラとなって生きている。私の手には本部長の手にも負え、本部長の手にも負えない。我が一宮家も、やばい、そして篠原家も黙ってはいられませんわ。ああ。下手をしたら国が動く。国が動く。やばいレベルだよ。高塚佐政治の件で本部にて緊急会議が開かれることになった。篠原本部長はその準備に忙殺されているため、しばらくの間は私が司令部を預かる。あ、そうなんや。軍の上層部に加え、防衛大臣、三大財閥の長も顔を出す。決して恥ずかしい真似をするなよ。いいな。おお。は、は、肝に銘じます。肝に銘じてかんでね。しかし、とうとう上層部にまで、クオバリスの存在が知られてしまいました。下手に干渉されるのは避けたかった。高塚さんの御曹司が生きており、かつ敵に寝返ったとなれば、隠し通すこともできない。まあね。大丈夫でしょうか。それが、実の姉が敵だと上に知られたら。その件については、本部長に一任する。我々は決められたことを淡々と実行するのみだ。朝日が違ってなんか言いたそうやな。本部長は政治力に長けている。政治力だけでいいんや。そうでなければ、あの若さで我々の上に立つことはできない。ああ、まあそれはね。わかりました。今は余計な心配はせず、任務に邁進します。よし。ではワルキューレ隊には会議に先駆け、本部周辺の見回りを命じる。キメラどもを見つけたら一匹残らず掃討してこい。いいな。は、了解しました。うん、了解しました。あ、なんかある。廊下ね、いろいろあるよね、きっとね。思ってた。これ見ていきましょう、今回ね。で、終わりましょう。この集まりは何ですの？ん？今日は私たちが掃除当番なんですよ。なんかそっぽい。僕たちだけでこの中全部やるの？広い。広い家空が。いや、全部じゃない。ワルキューレ隊の担当は廊下だけだから。でも廊下全部でしょ。大変だよ。本気とモップで軽くでいいから。じゃあ私、お水汲んできますね。ああ、頼む。うん、頼む。アマル、これも任務だ。アマルがちょっと嫌がってるね。楽しくやりましょう。
楽しんでやればあっという間ですわ。うん、そう、何事も楽しむ心大切やね。それもそうだね。ところで、お掃除ってどうやりますの？私、いつも人任せで、うん、これな、ずっとだよ、ほんま、うん、あー、ダメだ、こいつって感じ目で見られてるよ。とりあえず、ルナには俺が教えよう。よろしくお願いいたします、隊長。ちょっと、ね、ケンゴはどうしたの？ケンゴは、そうやん、ケンゴ一番できそうなやつやな。風見さんも、ケンゴは、もちろん選択だよ。風見はうまくサボりそうだから、ケンゴの助っ人として置いてきた。ケンゴサボうまくサボりそうなんや。適切な判断ですね。適切な判断なのか。愛が戻ってきたら掃除開始だ。マジか。愛さん、手伝った方が良かったのでは。あ、そっか。女の子一人で水汲みじゃ大変だよね。あ、戻ってきましたわ。お待たせしました、皆さん。お水の準備できましたよ。じゃ、別れて。わっ、なんか来る思った。なんか来る思った。わっ、大丈夫か、みんな。問題ありません。服以外は。冷たい。冷たいやろな、わかる。ごめんなさい。大丈夫ですか、愛さん。なるかな、思った。なんとなくな。そうついて。はい。まずは洗濯からですね。ケンゴのとこ行こっか。ケンゴかわいそう。ケンゴの仕事も増やしてしまった。ね、なるよね。食堂行きましょう、次ね。お疲れ様です、白峰さん。お忙しいみたいですね。ああ、俺たちがやらなきゃいけないと思うとね。でも無理は禁物ですよ。皆さんが倒れたら、誰がキメラから人々を守るんですか？うん、いいこと言うね、そうだな、気をつけるよ。かわいいな。ここで食事をしている時だけでも、ゆっくりしてくださいね。なんだか君はお母さんみたいだな。みたいやな、ほんまな。え？私、そんな風に見えますか？ショックです。ショックやか。うわ、いや、違うんだ。君の顔を見ると、帰ってきたんだなって思えて、ほっとするって意味で。付け加えるの下手やな。え？ああ、そういうことですか。私が皆さんにとって安心できる存在になれてるってことですかね。そりゃそうやろ、胃袋掴まれとるもんな、もんな。そっからの食事に。そうそう。そうですか。でも、お母さんか。なんかちょっと最後終わり方意味深やったよ。ゆえの実質行きましょう。任務には慣れたか？はい、自分の働きに何か。いや、慣れてきた頃が一番危ないからね。なるほど、確かにそういうものですね。そういうもので、私は自分ができる最善を尽くしているつもりです。隊長から見て、自分の働きは不十分でしょうか？ゆえは、なんかこれやりたいんだけどな、一回ね、どっかでね。これちょっとやりたくないねんな、俺の中でな。ゆえは、結構頑張ってくれてるよ。そうおっしゃっていただけて、安心しました。じゃあ次、ルナの資質の方行きましょう。個人的なお願いがありますの。何？いきなり何？個人的なお願い？え、何？なんか嫌な感がする。嫌だ！何も言ってくれ。あ？何でも言ってくれ。いいえ、そんなに気合を入れていただかなくても大丈夫ですわよ。何？私、お買い物デートというものをしてみたいのです。何？買い物デート？それはただの買い物じゃないのか？そんな買い物じゃないのか。風見さんは男女が二人きりで出かけることをデートと呼ぶとおっしゃってますし、雑誌にもそうありましたわ。ああ、まあそうやけど、そう考えると、以前お買い物で隊長に助けていただいたのは途中からデートだったのでしょうか？まあデートだったかはともかく、雑誌って、うん、こちらの雑誌ですわ。どの雑誌？キラキラした表紙、キラキラした彼とリッチなお買い物デート。
おねだり女子が教えちゃう秘密のテクニック、上手なおねだりで彼と楽しく買い物しよう。やっかん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 。いろいろひどいわ、ね、これは女学生向けの情報誌でオーバーな記事が多い。できればこういったものに書いてあることを安易に信じない方が。あら、情報の取捨選択が大事ですね。ではお買い物ではなくデートでお願いしますわ。あらま、え、買い物じゃなくて、え、あれ買い物じゃなくて、だって隊長とデートしたいですもん。あかん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 。お買い物はしたことがありますけど、まだデートと断言できるものはしたことがありませんわ。考えておくよ。考えておくよ。濁すな。そこ濁すな。二つ返事で入って。どうだい。言っとけよ。任務に慣れたかな。そこはな。はい。大変ですけど、やりがいのある仕事です。やりがいのある仕事、ね。でもこういう時こそ気をつけないといけないですよね。慣れてきた頃が一番気が緩んでしまうって言いますし。そうだね。君は大丈夫そうだな。うん。自分で分かってたら問題ない。自分ではうまくやっていると思うんですけど、体調から見て私はどうですか？愛は。うん。この調子で頑張ってほしいね。はい。なんか夜ある？夜ある？夜ある？それだけ見てからちょっと気になるからなかったね。まあじゃあ今回はこれで終わりますよ。それではご視聴ありがとうございました。次回までね、この中のこれね全部やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、 Twitter のフォローお願いします。他にもゲームタイトル矛盾縛り、ツイッターの方では、さまざまなことを企画としてたちでやっておりますので、フォローお願いします。あと、概要欄のところに、アーからオーまでのパートへの動画を集めた再生リストの URL と、ゲームタイトル矛盾縛りの詳細を書いておりますので、ぜひそちらもご確認ください。では、さらば。